はい、皆さん、こんにちは。スタジオマリさんです。いつも私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。えっ、ー、とですね、二つ折りの財布の続きですね。表の面はですね、あのカービングするようになってますので、カービングをしていきたいと思います。まず、トレスフィルムに移、えー、していきます。はい、それではできましたので、次はですね、革に。 あのトレースしていきますでまずですね皮を濡らしますね表からと、まあ、裏からと両面からの一番最初はあの、ね、濡らすようにしています、はい、でそしたらですね移していきますであの今ですね鉄筆を使ってやってるんですけどもこの鉄筆はですね付属で付いてたやつですねで、えー、とやってるんですけどこれがね意外にねあの、まあ、細さとあとこのね あの細さというのはね、あの鉄筆の細菌のところの細さですね。と、あと、グリップのね、この感じ、ここのグリップのところのね、細さが、あ結構ねあの、自分はいいなと思ってあの、これ書きやすいんですよ、シューッとね。で、なのでね、これをね、使う、使ってますね。うん。あの赤いやつね、買って、なんかあの、持ち手になんかグリップとかつけたんですけど、まあ、今はね、これがね、一番ね、書きやすいですね。 はい、それではですね、えっとフロアセンターだけ打ってですね、あとはね、スーベルナイフでカットしていきます。で、まあ、スーベルナイフはね、ちょっといつも使ってるやつね、これを使ってね、やっていきたいと思います。でまあ、久々なのでね、ちょっとね、切れるかなと思ってやったんですけど、あの、切れがね、悪かったので、ちょっとね、今からね、研いでいきますね。であの 使ってるのはですね、プロ用スーベルナイフボディの M っていうね、やつをね、普段使ってるんですけど、まあ、ここね、横にネジがあって、それね、くるくると回したらポンと取れます。で、これね、角度調整器って言いますね。で、角度調整器につけたら、もう角度がね、あの決まってるので、それであとね、オイルストーンに、ただね、乗せてコロコロするだけでね、溶けるのでね、あの、とてもね、楽ですよ。で、これ、オイルはね、ミシンオイルですね。で、これね、こうやって感じで、で前後にするだけで。 ね、あっという間に、ね、溶けちゃいますね。ちゃちゃちゃってやればね。こんな感じねで、これが溶けたらですねあの、以前ね、多分ね、紹介したと思うんですけど、あのルージュスティックですね、あの床側にル,ルージュスティックをね、塗ってですね、またあの仕上げ磨きっていうのかな、まあ、そういうのをやりますね。はい、で、まあ、なんか床側をね、まあ、木の板にねあの、貼っといてくださいっていう感じですかね。で、これね、ルージュスティックをこうやってね、すりつけて、でこれだけだとあ,のあれなので、ミシンオイルをね、数滴垂らしますね、トンチョンチョンとねでこうやってね。 擦りますねこれ前後にさせないでね、刃を置いたら向こうからね、手前にキュッと引くだけですね。一方通行の方がいいと思いますね。で、あの、ルージュスティックで緑色がね、あの刃につきますので、しっかりね、ティッシュで取って、んで、こうやってね、切ったら、もうね、さささとこのこうで切れるっていう感じでね、ちょっと切れ味もね、復活しましたね。それではですね、あの、カットしていきたいと思います。 はい、それではね、カットしていきます。まずはね、お花のところからですね、お花のところをね、カットしていきますね。で、まあ、これね、くる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 回しながらですね、あの、一回ではね、どうしてもね、カーブのところはね、あの無理なのでね、くる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 回しながら、ね、キュッキュッキュッとね、こうでカットしていきますね。まずね、花のところからやります。それでまあね、花が終わりましたら茎ですね。茎が終わったらまあ、葉っぱかなっていう感じですね。そうやっていう感じでですね、カービングをね、していきます。 はい、それではですね、えっと、打っていこうと思います。で、あの、まず最初はね、アンダーショットってやつですね、アンダーショットを打ちますね。で、このアンダーショットなんですけど、あの、以前やったね、あの図案よりもですね、花がね、くっきり、くっきりというかあの、なんか細かい花びらみたいなね、キュッキュッキュッ,キュッっていう感じに、ね、なってるんですね。で、そこのね、カーブでね、くぼんだところにね、アンダーショットっていうやつをね、打ちますね。でそしたらね、あの、こんな感じでね、ちょっとね、グッとね、 あの入りますね深くな,なるっていう感じですかねでそれができたらですねあそうそう花だけじゃないねアンダーショットあの葉っぱの端とかですねあの葉っぱがこう折れ曲がったところにもねあの打ちますねそうするとねグッとねあの深みがね増しますねはいでこれが終わったらですねベベラを打っていきますね ははいいそれででですすねえっっとベベラーを打っていきますでまあ、最近ね、ちょっとね乾燥が激しいですからね、あの皮がね、はピカピになってきたらですねあの、その都度ね、あのふわっと濡らしてですね、やっぱりね、ふわっと湿ってる方がね、あの刻印はね、入りやすいのでね、まあ、そんな感じでね、あの湿らしてくださいっていう感じですかね。はいそんでね、まあ、ベベラーのね、まあ、いい自分がね、思ういいところみたいな感じなんですけどね、いいところっていうか、まあ、あの、 葉っぱがね、やっぱりね、この上か下かみたいな、あの葉,葉っぱの、ね、花も、こいつは上じゃこいつが下じゃみたいな、なんかそういうのがね、あのはっきりしてきますよね。なのでね、結構ね、このベベラ打った後っていうのはね、結構ね、全然ね、変わるんですよね、雰囲気がね。まあね、細いね、線だっただけだったのがね、やっぱりベベラ入れることによってね、深みがね、また増しましたねでねこのね。 まあ、ベベラ終わったら次は、ね、い,いよいよい、まあね、カモフラージュなんですけどね。まあカモフラージュね、ちょっと、ね、苦手ですね、僕ねあの。カモフラージュね、特にどこが苦手かって言ったらですね、あの花の部分がね、一番難しいね。まあね、ベベラを打ち終わったらこんな感じですね。 はいでまあ、ねちょっとね、ビビってるので、あのまずね、練習ですね。これ、何回か練習して。で、こんぐらいのね、角度でやれば、まあ、うまくいくかないってからね、やって。ほんでね、本番のね、花びらからやりますね。で、やっぱ、かんでしたね、これね、か役で、これをね、あのカモフラージュで書いていきますね。書いていくっていうかね、打っていきますね。で、これ、当てた時にね、スーッとね、動かして、まあ、あんまりね、あの直90度でね、立ててね、打つとね、あの上のね、カーブが出てくるので、ちょっとね、それはね、 へぼく感じるので、えー、とちょっと、ね、手前に倒して、まあ、カーブをしているのは向こう側に向けてねあの線だけがねシャーッと入る感じの方がまあいいですね。でまあ、花びらが終わったらですね次、茎のねところもねたんたんと打っていきますね。で茎のところはねそんなにねあの苦手意識はね全然ないんですけど、ね、ちょっと斜めに倒してちょんちょんと当てるだけでねいいのでね。ね 特にね、あのー、難しいことはないと思うんですけど判断のねこの「かみっていうやつはね本当にね難しい何回やってもねちょっと慣れないような感じがしますねはいでそれが打てたらですね次はですね、あのー、バックグラウンドかなバックグラウンドをねちょっとねいきたいと思いますはいそれではですねバックグラウンドを打っていきますでこのバックグラウンドですねあの一番初めにねカービング始めた時にあ潰しゃあええわ思ってたんですねこれねで これね本当にね上手にね潰してないと、ほんもただね潰けただけみたいな感じになるので、やっぱりバックグラウンドはバックグラウンドのね刻印のねあの感じが出てこないといけないなっていうのはちょっと最近思いましたので、あのこの打ち方もねあんまりね同じところを何回もこ、ね、ン,ンコンコン打ってたら、ぐちゃぐちゃ潰れて、ほんただのねあの潰れたところっていう感じになるので、あのやっぱりねバックグラウンドってあのちょっとねポコ,ポコポコポコってき,きれいな感じで、ちょ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 ってなってるんですね。であれを上 同じ力であの同じ動かし方で,であんまり、ね、同じところをバン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 打たないっていうのがあまあコツなんじゃないかなっってちょっと最近思ってますね。はい、そうしたらですね、次はですね、ペアシェーダーですね。ペアシェーダーを打っていきたいと思います。で、まあ、このペアシェーダーは、ね、コツなんですけどね。この鼻 花、まあ、からね、打っていくんですけど、まあ、コツはですね、やっぱりね、花の輪郭の,あの、あんまりね、端すぎてもね、あれなんですけど、端から離れすぎてもね、ちょっとあれなんですね。まあ、大体2ミリくらいは、2ミリか1ミリ、ちょっと測ってみないとね、どんぐらいかあれなんですけど、ふわっとねあの、ちょろっと開いてる感じで打った方があの、雰囲気がね、出ますね。ここはあんまりね、あの開けすぎてるとね、まあ、ブシャイクですよ。ほんで、あの、ちょっとね、あの、何 キワキワすぎてもね、なんか続けた感じでね、なんかあのフレッシュ感がなくなる感じでね、見えますね。なのでね、やっぱりね、ポコっとふわっとな,りなるためにはですね、あの、あんまりね、端っこに行き過ぎない。なので、あの、あんまり端、ね、輪郭から開けすぎないぐらいでね、打ったら多分ね、うまくいくと思います。 ははいそれではですね次は花びらの、ね、根元にベンナーを打っていきますね。ベンナーねねこれね結構好きなんですけどねあの花びらの、ね、根元ぐらいにしか、ね、打つところがないので、まあ、図案によってはねないろいろあるんですけどまあ花びらのね、まあ、この図案では花びらの、ね、根元にしか打たないので、ね、あっちゅうまで終わるんですねこれね。 はい。それではですね、ミュールフットをね、打っていきたいと思います。で、ミュールフットはですね、花のところにある茎ですね、と、あと、まあ、つぼみのところの茎ですね、そこにね、打っていきますね。で、まあ、これね、あのトン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 みたいな感じで、あの、最初ね、あの鼻、花に一番近いところをね、ちょっと強めにカーンと置いて、で、あの、ちょっとね、間隔を空けて何回、何回かねあ、トン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 みたいな感じでね、あの、打っていくような感じの刻印になりますね。 はい。それではね、いよいよデコレーションカットですねで。デコレーションカットする前にね、ちょっと、ね、ルージースティックでね、こうやって磨いたり、ね、ちょっとね、練習しましたね。ほんで、花びらからやっていきます。で、この花びらですね、あのフラワーセンターね、真ん中にポーンとね、刻印打ったと思うんですけど、そこに向かってですね、あの、持っていったらね、あの上手にね、えぎに見えますのでね、それちょっとね、注意してやった方がいいと思います。で、まあね、これね、あの、前回ね、あの花やった時にね、もうちょっとね、予想を向いて <laughs>、ちょっとね、ダサかったんですけど、今回ね、結構ね、割とね、 集中してね、やったので、結構割とね、良くなったかなって自分では思ってるんですけどねで。そしてそこが終わったらですね、その他のところですね、まあ、茎とか葉っぱにね、デコレーションカットをしていきます。で、デコレーションカットができたらね、もう終わりですのでね、次はね、染色をしていきます。 はい、それではですね、染色していきたいと思います。で、えっ、ー、と、バックグラウンドをですね、コードンっていうね、色をね、入れていきますね。あの、水星のですね、クラフト染料っていうやつがあるんですけど、それのコードンってね、いう色を塗っていってます。で、あの、このね、塗っている筆なんですけど、あの、 まあ100均にね、これ売ってるんですけど、まあ、好きな色をね入れ、入れれるっていうね、あのやつがあるんですよ。で、まあ,あ、それにね、あのコード板を入れて、で、こうやってね、今ね、塗ってるんですけど、あの前はね、あのなんかあのちょろっとね、あの小瓶じゃないけど小皿みたいなのにちょろちょろ出して、で、つけてからね、あのこうやって塗ってたんですけど、あのなんかね、ひっくり返しちゃいそうになったりね、ちょっとね怖、怖くなっちゃってねあので、なんかいい方法ないかなとか思いながら、つて言ったら、あのね、100均にね、これね、あったんですよ。で ああええな思ってでちょっとねこの中にねインクを入れてねそれからねそうこういうね塗り方をしてるんですけどもであのまあこれね塗り方なんですけどまああんまりねあのま図、あ、案っていうか花とかね茎とかのあのところにあの当たらない方がねき、まあ、綺麗じゃないかなとか思いながらでもねまあ,あのバックグラウンドのあのぎキワキワまではねあのきっちり塗りたいのであの まあ皮をねくる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 回転させながらあのしっかりね塗っていこうかなっていう感じでちょっとね気をつけながら塗ってますねでまず1回目なのでこれが終わったらね2回目を塗りますはいそれではですね2回目が塗り終わったっていうところで次はですねあのニートフットオイルっていうのを塗っていきたいと思いますでニートフットオイルはですねこう、まあ、布にちょんとつけてねで端っこでねキュッとね絞ってからほんでくるくるくるっていう感じでねこんな感じでねあの染み込ませてねいきますねこれニートフットオイルってやつですね で、あの、ちょっとね、出しすぎたのでね、ちょっと戻しながらね、もったいないんでね、うん。で、最後ね、こう、拭って。<laughs> で、ちょっと塗ってますね。はい。で、これが塗れましたら、ちょって言うとね、あの、レザーラッカーっていうのね、塗っていきたいと思います。 はいでは、レザーラッカーを塗っていきたいと思います。まずね、これね、1回目はですね、図案全体に塗っていきます。で、あの、目立たないところからね、やっぱりスタートしたいので、端からね、で、あの図案の中にね、あの塗り方としてはね、くるくるくるっていう感じでね、先ほどと同じような感じで塗っていきますね。まず全体を塗ってコーティングするような感じですね。レザーラッカーですね、これね。 はい。で、まあ、ラッカーなのでね、結構ね、しっかり換気をしながらね、ラッカーかけるようにしてくださいね。結構匂いありますからね、あの、気をつけましょうね。ほんで、えっと、2回目はですね、まあ、10分から15分置いたらね、あの、乾くんですけど、で、その後ね、2回目のね、ラッカーをかけていきます。で、2回目はですね、図案の中じゃなくて、図案のね、周りだけをかけていきますね。こんな感じで、周りだけをくるくるくるっていう感じでね、レザーラッカーかけていきます。で、レザーラッカーね、かけ終わりましたら、またね、10分から15分置いて乾かしますね。で、そしてね、アンティーク染料っていうやつをね、かけてい いきます はい。それではですね、アンティークをかけていきたいと思います。で、今回使うやつですね、アンティーク台っていうやつの、クラフト社からこれ出てるんですけど、アンティーク台っていうね、やつの、えっ、ー、と、タンっていうね、色をね、入れていきたいと思います。で、歯ブラシにね、ちょんとつけて、くるくるくるっていう感じでね、またね、こうやって図案の上に乗せていきますね。で、これある程度乗せたらですね、ティッシュで拭き取ります。で、ティッシュでね、こうやって拭き取ったら、まだね、端っこにね、ちょろっと残ってるんですけど、ね、端っこにちょろっと残ってるやつは、こうやってね、布で、これね、湿らした布なんですけど、それでね、 周り綺、ね、綺麗麗ににすすると綺麗になりますねでこの時、ね、ラッカーが、ね、ちゃんと、ね、入ってないとあの染料が、ね、この時、ね、ずっと、ね、あの残っちゃうのでラッカー図、ね、案の周りは、ね、しっかりか、ね、けた方がいいと思いますね。ね、えっと、こんな感じ、ね、で1箇所終わったら次のところという感じでこうやって塗り進めていきますね。ねちょっとだいぶの、ね、せすぎな感じはしますけど、まあ、こんな感じで、ね、もうちょっと少なくてもいいかなと思いますね。ね自分でやっとって、ね、何なんですけどねでこんな感じでのせていきますね。ねここののの周りのととろはさっっきの、ね、あの濡れた、ね、ちょっと湿った、ね のででこうやって掃除すればね綺麗になりますはいでそうしたらですねこれで1日丸1日ですね置いてねこのアンティークをねしっかりねあの乾かしますねはい丸1日経ちましたで次はですねレザーコートっていうねやつをかけていきたいと思いますまあちょっとつけてくるくるくるといつもと一緒ですねであのレザーコートね僕ねマットが好きなのでつや消しのねマットタイプねこれを塗ってますねでレザーコートが終わりましたっていうところですね はい。それではですね、型紙を載せて、えっ、ー、と、本立ちをね、していきたいと思います。で、ね、結構ね、あのー、カービングして、あの、染色とかね、いろいろね、繰り返してね、何日も経ってるんでね結構、結構ね、ずれてたんですけどね。まあ、ぐらいのところでバランスをとってですね。で、えっ、ー、と、本立ちをしていきたいと思います。で、本立ちができたらですね、いよいよね、縫っていきます。で、今回はね、えっ、ー、と、ミシン使いますよ。もう、あの、ね、ずっとね、ミシン使ってるからね。本当はね、ここ、ここまで来て、あ、なんでミシンにしたんかなとか、 思いながらやったんですけどねはい一心使います はい、それではですね、えっと、縫っていきたいと思います。で、その前にね、貼り付けないといけないので、貼り付けていきますね。で、これなんですけどね、あの、二つ折りの財布なので、あの、二つ折りにした時にちょうど栄養なサイズに、表の皮と、えっと、中のね、パーツがなってますので、えっと、これね、あの、表のパーツとね、中パーツね、縫い合わせるときは、えっと、二回、三回にね、ちょっと分けてですね、あの、縫っていきたいと思います。で、あの、まあ、手縫いだったらね、多分ね、バチッと、あのー、もう貼り付けちゃって全部ね、で、あの、いくんですけど、ちょっとね、ミシンね、ちょっとあのー、 初めての試みなんですけど、まあ、とりあえずねあの1回じゃね縫えないのでとりあえずねあのこのねあのカード遺伝の方からちょっとね縫っていきますねはいね緊張の一瞬よこれ本当にねあの緊張 <laughs> あのここまで来てからねあの一発ねバチンとね違うところに入ったらもうねアウトですからねむっちゃ集中してますねはいこんな感じねはいここはいとりあえずこっちが終わりはいそれではねコインケースの方を接着してで、えっと、縫っていきますね はい。それでは、コインケースの方を縫っていきます。で、あの、コインケースはですね、あの、さっきのね、カードケースよりも、あの、結構ね、ボコボコしてるところがね、なんか多いんですよね。どうしてもね、皮が重なり合うので。で、そこをね、結構注意しながらですね、慎重に縫っていきますね。で、もう、ほんとね、あの、何回も言うようだけど、あの、ここまでカービングして、染色して、何日も経って、最後にね、バツンとやったらね、終わりですからね、超緊張してますよ。はい、最後。はい。はい、こんな感じね。はい、OK です。はい。それではね、えっと、最後のコバ、磨きをやって終わりになります。 はいでえっと、今日は、今日はというかね、今回はですね、あのミシンをねあの、結構多用して作ったんですけど、最後のね、あのカービングの革を縫うにあの近づくにつれてですね、なんでわしはあの、まあ、ミシン使い始めたんじゃろうとか思いながら思ったんですけど、あのやっぱりねあの、手縫いの方がね、安全ですね。 何回も言うようですけど、あの、バスッと踏んでしまったら、もう終了ですからね。<laughs> 結構ね、カービング、結構時間かかって、あの、作ってますから、最後の最後のね、縫うところでね、ミスりたくないですね。まあ、なのでね、本当はね、手縫いの方が安全なんですけど、まあ、今回ね、ちょっとね、チャレンジっていう感じでね、あの、ミシンを使ってね、やりました。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、あの、で、ちょっとね、思うことなんですけど、カービングって、えっ、ー、と、まあ、トレースして、あの、やっていくんですけども、あの、 人によってね、全然ね、雰囲気がね、変わるんですね。これね、面白いですね。やっぱりあの、彫る人によってね、あの、カービングのね、その絵の感じっていうのが同じものをね、同じ図案でね、やってるのにね、全然違うんですよね。面白いですよね。なんかね、そういうカラーが出てくるものって、やっぱりね、あの、魅力的にね、どうしても感じちゃいますね。はい。それではですね、またね、あの、やっていきたいと思います。はい。それでは、今日の動画はこの辺にしときますね。はい。それでは、 えっと、ここまでご視聴ありがとうございました。で、よかったらですね、あの、いいねボタン押していただければ嬉しいです。で、何かあればコメントいただければ幸いです。まあ、カービング楽しみましょうって感じですかね。はい。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また。